はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、以前から言われていた僕、カズマックス、まあ、調理師ですけど、料理動画を作んないのかとね、あとまあ作ってくださいというご要望に関してちょっとね、なんだろう、この場を借りて お答えしていきたいと思います。はい、まあ僕、普段調理師として働いていて、料理もたくさん作ります。まかないとかもね、結構作ります。いろんな料理作ります。うん、だからまあそうですね、その、まあ、学んだものをね、動画っていうまあコンテンツにして、まあ、皆さんにお届けするっていうのもまあありかなとは思うんですけど、なんだろうな、やっぱり本業にしているもので、まあなんだろうな、まあ僕まだ料理始めて2年目で、まだ本当社会人ペーペーですよ、調理師としてペーペーですよ。その状態でまだこうなんていうか、やっぱりいろんなものがね中途半端だと思うんですよね。まあ料理の手順自体がまあきっちりしていたとしても、なんだろう、料理全般っていうものをまだ分かってないっていうか、その状態でいろいろね、料理とか、あとしかも調理師ってところをメインにこう押し出してこう動画作りをしていくっていうのがなかなかちょっと難しいなと思ったんですよね。まだ学生時代とかだったら良かったのかなと思うんですけど、なんだろうな、やっぱり今現時点で今調理師として働いているから、これがね、僕が今後まあその職場を辞めて、まあ YouTuber、まあ、だけじゃなく、まあ、他のまあジャンルで仕事をするようになったら、自分の持っているスキルとしてそのなんだろう、料理とかをこう動画にしていくならまあいいと思うんですよ。ただ、今職場で学んだものをそのまま動画にするっていうのはどうなのかなってちょっと思うし、まああと教えてくれたね、まあ、職場の人とかが見る可能性もゼロではないから、なんだろう、ちょっと現時点で、まあ、今職場にいて教えてもらっている状態で、まあ、自分でも学んだりしますけどね、本読んだりね、いろいろ調べて自分で作ったりしますよ。だけど、まあ、それに関しても、まあ、ちょっと今やるのは不誠実というか、ちょっと違うのかなと思ってやってないんですよね。できないことはないですよ。ある程度ね、美味しい野菜スープの作り方とか、美味しい、なんかこう、鶏のね、煮込みとか、結構あるんですよ、ネタとしては。だから、まあ、今後ですね、将来、のネタとして、まあ、温存しておきたいかなと思います。多分、いずれやるでしょう。まあカフェ関係のねものとして、特に野菜スープとか簡単ななんかこうスイーツとか、そういう系はね結構まあ需要もあるかなと思うし、あれなので、まあ僕の立場っていうかが少し変わってからやろうかなと思ってます。まあできないことはないんですけどね、なんとなくちょっとやっぱりね、本業としてやってる中でこう動画ってね、まあもちろん動画も真面目にねやるものですよ。しっかりまとめてるよ、きっちりやるよ。けどやっぱなんかこの空気感っていうかね、やっぱその業界特有の調理師のなんかこう視点から見て動画にするっていうのがなかなかちょっと難しいかなと。まあ1年目最初の頃ね、まあ職場の料理に関係なく、もう僕がレシピ本とかで見たやつとか、前から作ってるやつとか、家族に教えてもらったやつとかはやったけど、まあとりあえずそこで、まあ、ちょっと悩みながらやってたんですよね、実は。でまあ一旦そこで打ち止めにして、はい、今更新ね止まってますけど、カズマックスのクッキング動画、まあいずれ復活することがあるでしょう。多分調理師の職場から離れてからですね。だそれまでに、まあ、自分のものとして消化して、
まあある程度もう自分の形になってるけどね。なってるけどね。うん。まあ、いずれ紹介します。はい。まあ本当、料理の基本からね、野菜の火入れの仕方とか、肉の火入れだとか、塩加減とか、まあ本当簡単なものからね、ポンポンやっていきたい。まあやっていきたいのはいろいろあるんで、まあいずれやります。楽しみにしててください。ぜひ。はい。本当ね、もうずっと、コメント欄とかでたまにいただくんですよ。ツイッターのリプとかでも、カズマックさんの料理とか楽しみにしてますみたいな。ほんとね、嬉しいですけどね。うん。まあ、まだちょっとタイミング的に違うかなと思うので、うん。まあ、後々やっていきますという話でございました。はい、というわけですみません、長くなりましたがね。まあ、こんだけですよ、話としては。うん。ちょっと自分の中にある、ちょっと、なんていうか、微妙な気持ちを、動画に、ちょっと、まあ、語ってみました。というわけで、はい、以上でございます。はい、というわけで、以上サブチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。